天満アカデミーの堀君です。今ね、まあ、中国バンコクでロンドンの仕入れ場所を探して回ってるんですけど、やっぱりね、中国からバンコク、まあ、物はあるけど、まあ、所詮その安いだけでね、物そのものは日本にでもいくらでもあるというところでね、ロンドンだとこれは日本でも見ないねっていう商品があるんですね。そういうのを考えるとやっぱりね、まあ、貿易、まあ、輸出、輸入、物のあるところからないところに流す、物価とか所得の高い国から低い国に流すという方がね、実は全然儲けやすいんだなっていうことを、まあ、今改めて、ね、改めてというか振り返ってみて実感してます。例えば私は初め輸入ね、アメリカとかイギリスから輸入したものを日本で売ってたと。でもこれ結構ね、ストレスがありました。約束した期日に届かないとかね、届いてもね、箱がボコボコは当たり前だけど、商品そのものがね、CD が傷ついてるとか、そういうのが結構ありました。ただね、商品傷ついてるよって言っても、でも使えるんでしょって言ってね、返品とか交換とかって話にはならないんですね、海外だと。それがね、結構ね、間に入ると損をするというので、ストレスって儲からない原因ですね。あとね、中国から日本、これはもう論外にひどかったです。外貨カウンターなんですけど、金を払ったけど、ね、商品が手配できないとかね、金だけ取って商品が届かないということもありました。私自身は幸いね、こいつ届かねえかもしんねえなと思ってね、交渉してもダメだからペーパルのクレーム出してお金取り返したんですけど、まあ、その時ね、ちょっと相談を受けて、私のサポートを受ければね、取り返しとかね、ちゃんと送らせるとか仕入れるとかサポートしますよって人がいたんですけど、まあね、サポート費をけちって、結局ね、その当時はまだ私サポート安かったんで、確か30万ぐらいだったんですけど、まあ、30万けちったばっかり400万損したって人もいましたね。で、まあ、今メインでやってる日本からアメリカ、まあ、日本にあってアメリカにないっていう商品も、まあ、なくはないんですけど、やっぱアメリカにはね、ほとんどの商品がもうあると。で、アマゾン輸出がね、割と一般化してきて、あと eBay なんかやってる人もいますからね、まあ、やっぱりアメリカにもあるけど、そのたくさん売れてるからね、たまたま売れるとか、あるいはね、今普通に売れてる値段より安く売っても利益が取れるから、売って儲けるというようなやり方になってるんで、やっぱり物がいっぱいある、世界一物がいっぱいあるアメリカにね、売るっていうのは、いくら日本の人気商品でもね、ちょっと、まあ、見つけにくいというかコツが必要で、まあ、そんな簡単じゃないですよね。だからこそサポートしてるんですけど、まあ、簡単ではないけど、より難しくなってきた。ただこれから始まるね、10月に開始予定のオーストラリアに至っては、明らかに日本より物がないです。そのくせ所得は高いと、一人一人の所得は高いと。まあ、アメリカはね、物もあるけど、実はね、一人一人の所得はそんな高くなくて、すごい取ってる人と、まあ、過労死でやっとくしとかやってる人っていうのがほとんどなんで、まあ、そういった中でね、やっとくしとこの人で売るとやっぱりクレームも多いと。ところがオーストラリアの場合ね、やっとくしとこじゃなくて、まあ、かなり余裕があります。ね、無駄遣いしすぎて貯金ができないっていうのが大体オーストラリア人の典型的なとこなんで、まあ、世帯年収でいうとね、大体1300万とか、そのぐらいはあります。共働き多いんでね。で、物がないと、すごいくだらないもんでも高いし、まあ、高いの目つぶっても物があるかって言ったらね、高い安いを抜きにして人口が3000万人しかいない国なんで、商品が少ないっていうのがあります。まあ、そういったところでね、物がなくて所得が高くて無駄遣い大好きと、三拍子揃った、まあ、オーストラリアにね、物を売れるっていうのはすごい今からね、楽しみでしょうがないというところあるんですけど、やっぱり日本に住んでてよかったなというのをね、実感していただけるんじゃないかと思いますので、オーストラリアにきちんと参加できるように、オーストラリアで何を売って儲けるかね、商品を探せるようにサポートさせていただこうと思いますので、しっかりとオーストラリアに始まった暁には、稼いでいきましょう。以上、天満アカデミー堀秀夫でした。